はい、こんにちは。今日は福井の医学部の、まあ、やや複雑な格好をした前科式の問題を紹介します。まあ、前科式がこのように与えられていて、参考感。で、まあ、括弧一番で、BN はこうですよっていう、まあ、大きなヒントが与えられていて、で、BN を、の、まあ、関係を作って、BN をまず N で表せという指示があるんですが、こんな神のお告げのようなこのヒントは一体どっから来てるのかと。じゃあもしもこれ、まあ今後、これ古い問題なんですが、もうこんなのなくても解けるだろうっていう時代にもしも来たならば、これ一体どっからどう出てきるのかということを考えてみたいと思うんですが、とりあえず、まあ私個人的にも AN-1 っていう2から2以上で定義されるっていうのが嫌いっていうのもあるんですが、であとまあどっちにしろ BN も BN たす1か BN-1 を考えなきゃいけないときに、まあBN-1 にしちゃうとなんかあんまり気持ちよくないかなっていう気分がするんで、とりあえずこれ1個上にずらした式書いてみたいと思います。AN たす2引く N たす2分の、4N たす4になるから 4N たす6 AN たす1たす N たす1分の 4N たす1引く4だから 4N だけど AN が0と。で、じゃあ、こういった、まあ、前科式を何とか変形しようって時に、気持ちは、まあ、大体いつも同じで、an たす2引く、まあ、別にプラスでもいいけど、f かっこ n たす1、an たす1が、まあ、なんか、係数、かっこ an たす1引く、f かっこ n、an と。こういう格好に変形できれば、まあ、極めて単純な、これを、まあ、なんとか CN とでも置いて、等比数列になると。公比これの。じゃあ、こういうふうにしたいっていうんで、で、じゃあ、これを、こうしたいときに、この N の式はどうなってればいいかなって考えたときに、これはよく見てみると、AN たす1にかけてある、この N の式。分母は N たす2。で、AN にかけてある分母は N たす1ってことは、これ、分母に関してはもうちゃんと、まあ、N かっこ足す1と、N たす1足す1というふうに、N たす1になってるんで、分母はまあ、もうこのままいじらないでいいかなっていう感じで、AN たす2引く N たす2分の、分子はまあ、N のまあ一次式なんで、アルファかっこ N たす1足すベータ。に AN たす1で、が、この係数、アルファ、ベータ使ったら、あとガンマ、括弧 AN たす1引く N たす1分のアルファ N たすベータと。で、AN と。まあ、こういう格好になっていればいいな。で、これを満たすようなアルファ、ベータ、ガンマを、この辺の係数と比較して求めてあげればいい。じゃあ、それにはもうまず、全部バラバラにして左辺に寄せちゃって整理すると AN たす2引く N たす2分の AN たす1の係数はこれとあとこれがこっちに来るんでで分母が N たす2だから N たす2分の2通分しながらガンマ N たす2 AN たす1とで、これ、こっちにこうすると、マイナスになって、で、もうマイナスかけてあるから、まあ、単にこれ。そうすると、N の係数は、アルファと、このガンマ。で、定数は、アルファと、ベータと、で、この2ガンマがこっちに来て、マイナスで、ここにマイナスついてるから、プラス2ガンマと。で、あとはこれは、AN は掛け算してマイナスでこっち来るからプラス N たす1分のアルファガンマ N たすベータガンマ AN が0と。じゃあそうするとこれとこれの係数比較してあげるとアルファプラスガンマが4。でこれアルファガンマも4。で、アルファプラスベータプラス2ガンマが6。で、ベータガンマが0。
で、まずはこの2つ、足し算と掛け算が分かっている場合はもう二次方程式の解と係数の関係を思い浮かべて t2 乗マイナス 4t プラス4が0と。そこは t-2 の2乗になるんで、じゃあ、アルファもガンマも2。じゃあ、2、4で6だから、ベータは0でちゃんとここでもついつまが合うと。じゃあ、ベータが0。じゃあ、そうすると、この式は、ここに注目して、an たす2引く n たす2分のアルファが2括弧 n たす1でベータは 0an たす1がガンマが2括弧 an たす1引く n たす1分の 2n たす 0an っていうふうにして、あ、ここにこれが bn の正体だったんですよ。これが bn です。となればもうこれはもう bn たす1が 2bn っていう極めて単純な等比数列が出来上がりと。で、じゃあ bn は b1 かけ公比2の n-1 だと。で、b1 っていうのはここ見ればいいんで3引く2分の2かけ1だから1で2ってことは結局 B1 が2なんで2の N 乗というふうに求められました。過去1もこれできたんですが、まあ実際にはこうはやらないでしょう。こんなアルファベータガンマ、もしもいきなりこれなしでやれって言われたら多分こうやるしかないと思うんですが、じゃあこのヒントをもとにやるならどうするかっつったら、まあとりあえずこれ BN の関係を表すのに BN 足す1かbn-1、まあ、どっちかをこの関係から書くんでしょうが、bn-1 だとなんか気持ち悪いから bn-1 ってやるなら一応やっぱり an-2 も必要になってくる、この式も必要になってくるんで書いておくと、 bn-1 は an-2 引く n-2 分の2括弧 n-1 と an-1 と1増えてで bn が元のまんま an たす1引く n たす1分の 2nan と。で、まあこれなんとかこれとの関係で、まあ、引き算単にしただけじゃこの式にならなくて、この 4n とこの 2n あたり見比べてみるとなんか2倍して引き算したらうまくいくんじゃねえかなって感じで、これ2倍して引き算するとちゃんと、整理するとこうなりますっていうんで、 bn たす1引く 2bn がこの式すなわち0っていう、まあ等比数列の括弧ができるっていう感じでやるんでしょう。で、 bn がもう求められたと。で、消しちゃった、もしかして、あ、いいんだ、bn が出た。an たす1引く n たす1分の 2nan が bn は2の n 乗と。じゃあまあこれはとりあえず移項でもするかな。イコール n たす1分の 2nan たす2の n 乗と。で、まあこの分数が邪魔っ系ですが、n たす1なんで、これ両辺にかければ、こっちに n たす1になるんで、かけたくなるかなと。じゃあ、n たす1、an たす1が、かけると 2nan と足す2の n 乗、n たす1と。いや、これを見たら、やっぱりさすがにもう割りたくなるのは、割りたくなる気分になった方がいいでしょうと。2の n たす1乗で割りたくなると。そうすると、これが、こっちはそのままでよくて、こっちがちょうど2が1個だけ約分されて、2の n 乗分の nan 足す、こっちは2が残るだけ、1個。そうすると、これ、cn を
2の n 乗分の nan とでも置けば、こっちはそのまま cn たす1なんで、 cn たす1が cn たす2分の n たす1と、もうそこで係数1なんで、引き算してやれば、移行してやれば、引き算解差がもう n の式で表されていると。解差が n の式で表されているなら、もうそれはもう解差数列の公式そのまんまでまあ出せるでしょうと。一応解差数列なんで、 n2 以上としたときに cn っていう数列は、c1 足すシグマの k イコール1から n-1 までの2分の n 足す1、あ、 k か、これ k 足す1と押すと、じゃあ、c1 はこれなんで、2分の 1×1 だから2分の1で、あとはこれシグマなんで n-1 までってことだけ気をつけて、で2分のは前に出しちゃうと k イコール1から k の n-1 までってことは、足す2分の1、2分の 1n かっこ n-1 と、とあとはシグマ k イコール1から n-1 までの1なんで、2分の1かっこ n-1 と。じゃあ、あとはこれ計算すればおしまいで、2分の1、ここにマイナス2分の1があるんで、ちょうど消えて、残ってるのは4分の n2 乗マイナス n と2分の 1n なんで、4分の n2 乗マイナス n プラス 2n。ということは4分の n かっこ n たす1と押すと、これが cn なんで、 cn は2の n 乗分の nan が4分の n かっこ n たす1。じゃあ、n が両方あって消えて、じゃあ an は4分の n たす1に2の n 乗かけると。まあ、これでもいいでしょうが、分数はなくした方がきれいなら、2、2個減らせばいいんで、2の n-2 乗、括弧 n たす1。これがまあ答えになりますと。じゃあ、以上です。ありがとうございました。